白が吹いても剥げない国産仏壇、輪島式仏壇店の中田光輝でございます。大きな顔ですいません。実はですね、今朝の8時40分でございます。玉名郡和美町にお伺いしております。見てください、梅が非常に綺麗されてますね。実は昨日ですね、お客様からご紹介をいただいてですね、カタログを今持ってまいりました。私はですね、もう必ずお客様からご紹介いただいたら当日もしくはですね翌日にこうやってですねカタログを持ってお伺いいたします。もうわざわざご紹介いただいてるんですがですね、もう本当ありがとうございます。もう心よりお礼を申し上げます。でお客様のところにお伺いしてですね、でまあゆっくりこれはもうまずカタログ検討していただいて、決して私無理売りはしませんので、でその後お客様ご紹介様のところに挨拶に参ります。で、帰ってからですねお客様とご紹介者様にお礼絵手紙を書くと、まあ、そういう形にしております。まあこの姿勢を崩さずにですね毎日コツコツと頑張っていきたいと思います。で今からお客様のところにお伺いします。